ドーハの悲劇、もう今の選手たちには無縁だ。日本代表は19日のアジア杯グループリーグ第2戦でイラク代表と対戦。ドーハでのイラク戦といえば、1993年10月のアメリカ W 杯アジア最終予選で対戦し、後半アディショナルタイムの失点で初の W 杯出場を逃した、因縁の相手だが、今の代表選手たちにとってはほとんどが生まれる前の出来事だ。 取材エリアで報道陣からそのことを聞かれる選手たちは口を揃えて、知らなかった、言われて気づきました、と答えているが、MF 久保竹房、ソシエダ、もその一人、申し訳ないですけど、自分には無縁なので気にしてない、と淡々と応じ、グループリーグの中の一試合なので、そんなに気負うことなく、しっかり自分たちのサッカーをすれば勝てるチャンスは広がってくる。 と、あくまでも同じ試合として位置づけた。同じく報道陣からの質問で、ドーハの悲劇のことを伝え聞いた MF 同案率フライブルクは、知らないままの方が良かったんじゃないですか、と冗談交じりに話すと、森保さんやスタッフは選手より熱くなる気持ちがあるのかもしれないですね、と、実際に、ドーハの悲劇のピッチに立っていた森保一監督の胸中を押し量り、 しっかりチームとして団結して戦えたら、と話していた。